これからですね、小太刀をやります。でこの場合最初はですね、相手が長い太刀でこっちが小さい太刀と、そういう場合でそうどうにさばくかっていう、それがものすごくね、面白いところがありますんでね、よく一つ見といてください。ゆっくりやりますから。それが普通ね、剣道っていうと足がですね、これが水平なんですね。これがね、これがで、なぜ水平になるかというと、これはへそを前に出してるからなんですよ。へそを前に出してる、ね、ところが合気道で構えてる位置は右足の後ろに左足が来ますよね。これね、合気道、これはねものすごくね護身の構えなんですよね。護身の構えで、この構えをですね、小太刀の場合には使ってます。これはね、だからここまで行って、で、合気道の場合は足が右足の後ろに入ってね、左足がこうなってて、で、上体はまっすぐ向いてるんですね。これ上体は前向き、ね、ところが小太刀の場合は右肩を前に出します。ぐーっとこうね、っていうことはこれ一重身っていうことなんですよ。半身じゃなくて一重身、今度はですね、相手と同じように同じ小太刀を、ね、持っていてやるんで、今度もものすごくそれ、その手首の返しがね、よくありますからね、それのところをよく見てください。
Спасибо.